はい、どうも。今日はキットレビューではないです。ジムニー作ってみました。一番気になっていたところとか、ちょっと実際組んでみてどうなのかなってことをちょっと見てみたかったので、で、結果をね、店のブログの方に書きますよっていうふうに、ツイッターの方でね、リプを送らさせてもらってたんですけど、今日ね、ブログ投稿しようとしたらね、いきなりスパムのコメントが開いたりとかね、ちょっと今店のブログはちょっとキャリア変えようかなとかってこと考えてます。すごく重たかったりとかして、なかなか開けなかったりとかして、そういうことがあるので今ちょっと検討中です。で、ですね、まず一番はキットレビューの時にこの説明書見ながらね話してたこのブレーキ、これジムニーはそのキットレビューの時にも話したんですけど、なるべく泥とかの影響を受けないようにということで、上にキャリパーがつくんですけど、これ、説明書はね、これ上下逆になってるのあれなんですけど、下に向くようになってるんですよ。で、この裏側の、このね、接着ダボとかがあったりとかするので、これ左右、上下左右逆にして入れたらいけるんじゃねと思ったんですよ。ただ上下左右逆にして入れてやるとキャンバー角が変になったりとか頭角が変になったりするんじゃないかなとか思ったりしたんですよ。でね、それがあったので組んでみました。もう四の五の言わずに組んでやれということで組んでみました。すごくね、この画質だとちょっと分かりにくいと思うんですけど、上下左右逆に組んでも組めました。全く問題なく。しかもキャンバー角がおかしかったりとか頭角がおかしいとかっていうことはありませんでした。なのでこの辺はね、説明書の記載ミスなのか長谷川さんがちょっとやっちゃったのかわかんないですけど、ただ問題なく組めましたので、ツイッターの方でリプいただいていた方、そういう風なので問題なかったです。で、ですね、次にこれね、面白いなと思ったのは、アクセルが可動できるように組めるんですよ。で、もちろん、レビューの時にね、車高は選択式で組めますよって話にしてたんですけど、その時にね、この、サスペンションを可動させる場合っていう、これを見てなかったので、実際組んで、可動できるようにしてみました。これはね、すごくね、考えられててね、おっと思ったんですけど、こうやってね、動くんですよ。でね、ジムニーで、足回り入れると、これぐらいの高さだったら、こういう感じで、ちゃんと4人とも設置させることができて、っていうことができます。ノーマルの足では実写ではここまで動きません。ただし、一つ難点があって、これはね、ジムニーのね、この実写の構造上と、あとプラモデルで稼働させるようにするようにして考えられた構造上仕方ないと思うんですけど、こっちの方向にすぐコテンって倒れちゃいます。これは、デフがジムニーって、まあ実写もそうなんですけど、中心にないんですよ。ちょっとね、運転席側にオフセットしてるんですよ。で、この出札の上のところに、よいしょ、よいしょ。出札の上のところに、このね、稼働させるためって言うとあれですけど、このシーソーみたいな感じに動く部分があるので、それが、こう、こっち側、要はその、運転席側に寄ってるので、で、重さのバランス上ね、どうしてもこう、左の方にコテンってなってしまうので、これから先組まれる方は、運転席側の方に、重りとか入れた方がいいと思います。この辺にね、入れようと思えば入れれるので、エンジン再現がないので、なので問題ないと思います。でね、一つね、組んでてすごく気になったんですけど、まあ、ここにね、ボンネットダクトがもうこうやってポンってついてるってこともあって、当初は俺、SJ30 とか JA71 とか選択式かなと思ってたんですけど、まあボンネットに穴が開いてる時点でそれはないのかなと。ただ
このね、ミラーをつけるところのね、モールドが、どっかにないかな。あ、あったあった。この後ろ側のところを削り取って、前側のところに1ミリ、これ1ミリではちょっとでかかった、小さかったです。1.2、3ミリ開けないと多分うまいこと入らないと思うんですけど、っていう、こういう状態になってます。この後ろ側にミラーがつくということは、JA12 作るのかなっていう気がしました。ただし JA12 だともう全然違うので、どうなのかな、どうするのかなっていう気はします。どこまで変えてくるのかな、そこまで変えずに出すのかちょっとわかんないですけどね。組む時の注意点としては、このね、足回りの部品、この、要は可動式にしようがしまいが、ここにこう、なんて言ったらいいんだろう、軸にするための部品を刺すんですけど、これをまっすぐ組み付けないといけないのと、結構ね、似たような部品が多いので、その辺でね、足回りとか組むときは注意した方がいいんじゃないかなと思います。もう今、Twitter の方とかでもね、もうすでにカスタム仕様として、こう、グリルガードとか、あとトゥーバーとか、あとリフトアップしたりとか、そうやってもう組んじゃってる人もいるので、あれなんですけど、これ、こんな感じに。置いてるとね、ふと気づくとね、こういう風になっちゃってます。もうそういう風にね、カスタムして組んでる人もいらっしゃるので、まあ今更言う必要もないかなと思ったんですけど、ちょっとそういうブログの方のね、ちょっとトラブルとかもあったりとかしたので、今回ちょっと動画の方で撮影させていただきました。これはね、ただね、右と左でね、さっき言ったみたいにこの、その中心にあるわけじゃないので、右の方だと若干ね、浮いちゃうんですよね。見えるかな？っていうのはあったりとかするので、これがね、キット標準のノーマル車高で可動式で組んでます。これが、車高アップした状態で組むとまたちょっと違うんじゃないかなと思いますけど、こういう感じでね、飾るときにね、今これとりあえずパッと目についたものでいいものがこれしかなかったんで、こうやって置きましたけど、1センチぐらいの高さだったら4輪とも設置させて組むことができますので、ぜひね、ジムニーフリークの方、ああ、でもな、ジムニーフリークの人で、いきなりジムニーこのキットを組めるかっていうと、まあ、プラモデル組んでなくてね、プラモデルをいっぱい組んでるって人だったら問題ないと思うんですけど、そうじゃない人だとちょっと苦しいかもしれないですけど、まあ、こういう感じでね、可動式で組むこともできますので、皆さん、ぜひ挑戦してみてください。ちょっと今後のラインナップがとても気になるところではあります。というわけでですね、今回はですね、このジムニーを組んでみたということで、どんな感じに仕上がるか紹介させていただきました。まあ、面白かったです。ちょっと長谷川ならではのイラッとするところもありましたけど、でも面白く組むことができましたので、ぜひね、皆さんもやってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。